にちは、岩井七瀬です。今日はちょっとした撮影のために吉祥寺に来ました。そうちょっとすっぴんで失礼してます。これから撮影です。はい、なんかね、歴史好きの女性が流行ってるっていうコンセプトで、なんか今日は歴史好きな人の格好をしてきてくださいって言われて、私服ですけど、なんかこうカーディガン羽織って、なんだろう、ちょっと文化系女子を意識してきましたちゃんとね、テーマに沿ってるのか自信はないけど、ちょっとじゃあ、はい、久々に撮影してきます。お疲れ様です。頑張るぞ。おー